はこんばんは。はいはい、今日はねサムネにある通りアクションカムの話をしていこうと思います。前回私こんな動画を上げてます。脱 GoPro というね、はい、私が使っているのは、GoPro Hero 9、 これを使ってます。どうしても音声棚打ち問題というのが解決できなくて、アクションカムを購入し直そうと、そういう動画を上げさせていただいて、この時の暫定的な結論としては Osmo Action 4もしくは、5 Pro ね、これから出る予定のこれにしようかなと思ってますという締めくくりだったんですけれども、その後もねめっちゃ気になってて、インスタ 360S Pro ね、はい、いろんな方のレビュー動画見させていただきました。最終的に私はね、インスタ 360S Pro これに、ね、しようと思っております。私の利用用途としては、バイクに乗ってる時のこの元ブログの撮影に使おうと思っているので、バイク乗りにとって便利な機能を搭載しているアクションカムを選ぼうということで比較検討させていただきました。はい、今日はねインスタ360のバイク乗りにとって便利な機能というのはいっぱいありますので、そちらをね1本動画分かりやすくまとめさせていただこうと思っております。はい、これからねアクションカムを購入しようと思っているライダーさん、もしくはねすでにアクションカムを使ってるんだけど買い替えを検討されてるライダーさん、そんな方たちに向けてね、1本動画、参考になる動画をね作らせていただこうと思っております。それでは最後まで、見てってね。はい、それではねここからバイク乗りにおすすめする10の機能というのをやっていこうと思います。GoPro や Osmo Action 4、これから販売予定の5 Pro ではなくて、Insta 360S Pro を選ぶ理由というのを10個にまとめました。それでは1番目なんですけれども、取っ手出しの映像が綺麗だと。これね、プロはログ撮影して編集ソフトで好みな色合いにすると思うんですけれども、一般人としては取っ手出しの映像の綺麗さが魅力的です。はい。2番目、低照度撮影が群を抜いて良い。はい。撮影中トンネル入ったりね、暗い山道走ったりすることも多いんですけれども、まあ、こういったところでね黒つぶれしなかったり、今までやっていなかったナイトツーリングにもチャレンジできるというのは非常にね魅力的です。はい。3番目、フリップ式モニターを活用して定点撮影で首の負担を軽減できる。はい。首にずっとカメラつけてるとやっぱり首が痛くなるんですよ。なので、場合によってはねハンドルに定点撮影で、そういったシーンを織り交ぜながらツーリングで撮影できるというのは非常にいいかなと思ってます。でこれフリップ式モニターなので画角調整をしたり、あとはねマグネットマウントで簡単に付け替えられるというのもこの Insta360S Pro の利点だと思ってます。4番目、録画一時停止機能で信号待ちなどのシチュエーションに対策が可能です。はい。今までだと、撮影してる最中にね赤信号捕まった時はじっと我慢していたんですけれどもね、後の編集作業でそういう空白の時間というのをカット編集していました。これでねかなり楽になります。で5番目、録画キャンセル機能で不要な撮影データを残さない。これもね信号待ち同じですね。せっかく撮影始めた瞬間に信号止まってしまってね不要なデータになったのをそのままね削除できるっていうのは、本当にねバイク乗りのことしか考えてないんじゃないでしょうか。ありがたい機能です。6番目、 GPS プレビューリモコンはライダー必須アイテム。はい。顎につけたりチェストにつけたりするとね画角の確認ができませんので、この GPS プレビューリモコンね必須だと思ってます。7番目、オートダッシュ機能。これね初めてウェブサイト見て知ったんですけれども、バイクの外部電源接続しておくと、自動録画という機能になります。まあ、アクセサリー電源で給電できるようなポートに接続しておくとエンジンオンにした時点で自動録画開始するという機能ですね。これバッテリー抜いてドラレコ的な自動撮影も可能になっている機能みたいです。はい。今度ねチャレンジしてみたいと思います。はい。8番目、ジェスチャー機能。これもね非常に試したい機能の一つです。ヘルメットをしているとボイスコマンドってなかなか難しいと思うんですよ。それをこんなジェスチャーとかこんなジェスチャーで写真や動画の撮影が可能になります。9番目としてインカム連携。私メインで使っているのはカルドのエッジになります。このねカルドのマイクを使ったボイスコマンド操作もできるっぽいんですよ。はい。そしてねカルドを外部マイク的な使い方ができるかどうかっていうのも今後ね検証していきたいなと思っております。最後に生成 AI で動画のクオリティをアップと。
ということでですね、これスマホのアプリケーションを使って不思議なアニメーション動画も生成できるという機能になります。これね、非常に興味あったんですよ。ぜひ使ってみたい機能です。これでね、 YouTube の動画のクオリティが格段にアップすると思います。今回ね、バイク乗りにおすすめの10個の機能というのをまとめてご紹介させていただきました。メーカーさんのウェブサイトにライダーの利用シーンというのが多数掲載されていますので、やはりね、設計の方がライダーにとって便利な機能を真剣に考えているんだと思います。最後にね、 GoPro を数年使ったのに GoPro の最新機種を選ばない理由というのを挙げていこうと思います。ここにね、今 GoPro 持ってきてます。はい、もうね、 GoPro についてはいろんな言いたいことがあるんですけど、まず一つ目ね、いつまで経ってもマイクモジュラーの課題を解決しようとしない殿様商売っていうんですかね。これね、皆さん分かってますよね。バッテリー交換するときにわざわざこのマイクモジュラー外して、ここのフリップを閉じて本体を外さないとバッテリーチェンジできません。はい、なんでこんな設計になってんのっていうのをずっと続けてます。いい加減ね、改善する余地あったと思うんですけども、全く改善しようとしないところですね。はい、あとはね、これ昔からあるマイクアダプター、私はね、もうずっとこっち使ってました。はい、でもこれもね、邪魔だよね。はい、ずっとこのマウント方式取ってますけれども、これも煩わしいよね。他のメーカーさんがマグネットマウントしてるのに GoPro さんずっとこれを続ける理由がよくわかりません。最後に GoPro に関しては、やはり夏場使うときですね、走ってるときは空冷で冷やされるんでいいんですけれども、バイクの整備動画とか撮るときはやっぱりね、熱暴走しやすくなってます。やっぱり OS として不安定なところも多いと思いますので、こういったところがやっぱり GoPro を選ばなかった私の理由になります。で、おまけとしてね、オズモアクション4もかなり検討したんですけれども、選ばなかった理由としてはね、すごくいいカメラだと思ってます。ただね、突出した目立った機能が今回ね、あまりなかったなと思ってます。ただ5 Pro どうなるかまだ分かってませんので、その時ね、5 Pro で革新的な機能が搭載されるかもしれません。プレビューリモコンの設定がないっていったところも一つ理由になってます。 GPS 内蔵リモコンはあるんですけれども、プレビューできないような形になってましたので、これがね、一つ引っかかったのかなと思います。で、最後にオズモアクション5がリリースされた時に、この4がね、値引き販売されるんじゃないかと思ってます。そしたらね、サブ機として購入検討したいなと思っております。はい、ということでね、以上10個の理由でした。いかがでしたでしょうか。アクションカム GoPro 一強の時代はもう終わりましたんで、何買おうか悩まれてる方多いんじゃないでしょうか。そんな方たちの参考になったら嬉しいなと思います。それではね、これからもインスタ360 Ace Pro レビュー動画、いろいろ上げさせていただこうと思っております。はい、もしよろしければチャンネル登録していただいて、次回も見ていただければと思います。それでは、またね、バイバイ。